안녕하세요웅짱 TV 의웅짱미아입니다今日はですねこれといったなんかコンテンツを取るわけではないんですけれどもまあちょっとした告知って言いますかご案内したことがありましてこうやって動画を撮っております。あの結婚とかじゃないって確かに、うん、この改まりを実はもうちょっとなってから時間が経ってしまいましたけどこのウンジャン TV がついに5万人を達成しました。いやーうんちゃん TV ねなっかなかドロシアさんがねこうパッとは伸びないそういうチャンネルなんですけどマイペースチャンネルもな本当にねマイペースでこうゆっくりゆっくりと上がっていくチャンネルなんですがそのチャンネルがついに5万人を達成しましたと。韓国で1000人に1人が登録してるってことやろすごくない？そう考えたらめっちゃすごいな。なあ。だからもう1000人に聞いたら1人ぐらいはうんちゃん TV を登録してくださってるかもしれないってことやろ。そう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 。でももうあれやろ見てくださってる7割8割登録せずに見てくださってるから知ってるって人は2人ぐらいおるかもしれない。あ、おるかもしれない。そう考えたら5万人ってすごいな、うん、本当に登録していただいてありがとうございます。ありがとうございます。まあこっからが本番なんですけど前俺らが5000人なった時ねやった企画と同じなんですがやりましたね。はい、じゃあ今回5万人を記念いたしまして Q&A をやってみようかなと思います今回はこの2人を含めたフルメンバーのみんなに何か質問であったりそういったコメントをいただければなと思います。まあこれはねいつかはやろうかなとずっと思ってたんですけど、うん、まあちょうどいい機会かなと思いましたんでたまにですけど5人の関係はどんな関係ですかとか、うん、どういう友達ですかとか僕ら2人以外のメンバーたちにもいろんな質問が来るので、まあ、そういうのをまとめてちょっと動画にしてみたいなと思いましたんで個別でもいいし5人に対してでもいいし、うんうん、まあだから何でもいい、うん、何でもいいこのうんちゃん TV にまつわる質問であれば何でもいいのでぜひあのこの動画のコメント欄に書いていただければなと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いします。また僕らフルメンバーが集まるっていうのがおそらく10月頭ぐらいになるかなと思いますんでこう整理しまして何かしらの形で、まあ、発表できるようにさせていただきますので、じゃあこれで実は私が今年の初めにね目標としました5万と5千をどっちも達成することができました。ありがとうございます。こんな早く達成するとは自分の中では何ちょうどなんか12月ギリギリで、まあ、できるかどうかの境目かなと思ってて、うん、早めにできたかなっていう。俺はこうやって達成できたけどミオは順調ですか？はい、いやなんかさ最近さ新しいことにチャレンジしてるのもあんねんけど全然別のことでね。そうやな、趣味もちょっとね手広くし始めてしまって、うん、いっと進んでいないかな、10、11、12やから、あーちょっと年末の企画やから、だから花と電話するのはまああと1ヶ月半ぐらい気づいてたよこうしたらいいやん。このうんちゃん TV に会話の練習になるなんかやったらいいやん。まあね、そう確かにね、自分の勉強にもなるし、まあ面白いしね。なんかいい方法ない？募集するなんかこう韓国語で喋る動画を投稿する。お題を決めてみたいな。もう何でもいいよ何かしらの形で動画的な感じで投稿できればね、うん、生徒にかっこ悪い姿見せられへんしね先生として先生として、うん、まあやっぱりねこう会話って慣れなんでいっぱい喋ろうじゃあまあ近々何かしらの形でミオはミオなりになんかすると思いますんで、はい、はい、じゃあもうこれはこれとしてあの皆さんのたくさんの質問お待ちしておりますのでぜひよろしくお願いします。お願いしますじゃあイボンヨンさんのヨギカジゴヨチャイヌンとタウンヨンさんソーベトルカゲスミダハードゥセセヨー。チャイヌンとタウンヨンさんソーベトルカゲスミダハナドゥセセヨハナドゥセって初めての発音で言った今それワカに映ってるやろあかんで、これあかん稽古あかんで、これでまた10本かかるで。じゃあ、イボンヨンさんのヨギあーごめんなさいわかんだフォーエバーほっわかんだフォーエバー僕
forever! じゃあ、イボンヨンさんの여기까지고요チョイヌンとタンヨンさんへそうベトロかげすみだハーズ